羽生結弦、ゆる、ゆでる北京ンゴリの巨手、四回転半成功まで現役続行の可能性も、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に滑りやすくとても気持ちのいいリンクでした。ありがとうございました。決戦から4日後の14日に記者会見に出席した羽生結弦る、27、は、そう感謝の言葉を述べた。 北京五輪の男子フィギュア。ハブの3連覇はかなわず、4位という結果に終わった。ハブ本人が競技直後に、努力って報われないとこぼすほどの、まさかの展開。羽生譲るという人には、普通の選手には起こらないことが起こる。てっぺんでも、どん底でも両方で。そう評するのは、フィギュアスケート評論家の佐野ミノルさん。ショートプログラム、SP では氷の穴にはまるというアクシデントでしたが、 普通はあんなところにはまりません。完全に運が悪かった。そこで呆然とせず、持ち直してその後を完璧に滑り切ったのはすごいことです。佐野さん。一方で、フリーについては、SP がどん底とすれば、フリーはてっぺんと言えるでしょう。4回転アクセル、4アンペアは完成とはいきませんでしたが、椅子、国際スケート連盟に4アンペアだと認定されたのは異様です。 初めて4アンペアを飛んだのは羽生譲ると歴史に残るわけですから、佐野さん。幼少期のハブを指導したコーチ山田真美さんも賞賛する。4回転アクセルがすごすぎて、もう一つのジャンプの失敗が気にならないくらいでした。結び減にしかできないことです。金メダル以上の価値があると私は思います。競技人生の最終目標と掲げていたジャンプが、転倒し、回転不足ではありながらも、 4回転アクセルだと認められた。競技を終えた後、もうちょっとだったなと思う気持ちもあるんですけれど、あれが僕の全てかなって、今できる羽生譲のアクセルの全部があれかなと語ったハブは、4回転アクセルへの挑戦は続くのかを問われて、ははは、もう少し時間をください。ちょっと考えたいです。それくらい今回はやりきっています。取り沙汰された現役引退の可能性、この競技後の話しぶりに、 引退という言葉を想起した視聴者は多かったようだ。このまま引退しちゃいそうなどのコメントが SNS に多く投稿された。そんな中、14日の会見で、改めて4回転アクセルへの今後の挑戦について聞かれたハブは、どうなんでしょうね。まだ、自分の中でまとまってはないです。と答えている。また、次回の五輪についても聞かれると、この五輪が最後かと聞かれたらちょっとわからないです。五輪で、 また滑ってみたいなという気持ちはもちろんあります。と、笑顔を見せていた。ジュニア時代から長年応援してきた女性にファンの思いを聞くと、怪我が心配だから無理して現役を続けないでほしいというファンもいれば、まだ活躍を見ていたいというファンもいます。私自身としては、ハブ君が思うように生きてほしいと願っています。ただ、そもそもファンの多くは4年前の平イ五輪の後に引退すると思っていましたとも、平イを 北京五輪にはあまり気持ちが向いていないようでしたから、四回転アクセルが考えていた以上に難しいものだったこと、コロナ禍で試合が減ったことなど想定外が続いて、結果的にここまで現役を続けているのだと思います。14年のソチ五輪より前から10年近く世界のトップで競技を続けているハブだが、驚異的なことだとフィギュア関係者は言う。今回銅メダルをつかんだ宇野昌磨、24。 も会見でこう話している。技術的にレベルが上がっている中で、フィギュアを続ける年齢が短くなる。時代が変わってもトップに居続けるゆずくんはすごい。それは、とてつもない努力の裏打ちがあってこっそ。そして、現役を続けるということは、今後もその努力を続けていくということだ。前室の佐野さんは、4アンペア完成まではやめないでしょうと見る。競技直後の、やりきったという発言は、 4分間のフリーをやりきったということでしょう。スケート人生をやりきったとは言っていません。先はまだ考えられないと思いますが、4アンペアを完成して終わりたいとは思うのではないでしょうか。北京のフリーでの4アンペアは、今までで一番の出来です。これまでほとんど両足で降りていたのが、右足だけで着氷するんだ、というトライをしていた。あとは、降りる姿勢を作るだけなんです。完成まであと一歩だと思います。 ただいス公認試合で成功しないと認定されません。直近に控えるのは世界選手権です。佐野さん。南フランスのモンペリエで3月23日に開幕する世界選手権の日本代表に、ハブは選ばれている。涙を流しながら呟いた、悔しい。あるスポーツライターは、世界選手権でハブは4回転アクセルだけでなく、勝ちも狙いに行くと考えている。北京の競技後の取材を見て感じたことがあったからだ。 インタビュー取材で、ハブ選手が泣く場面がありました。テレビ朝日で現地リポートをしていた松岡修造さんと、日本テレビで現地リポートをしていた荒川静香さんの取材の時です。二人ともハブ選手とは普通の報道陣より距離が近い。だから気が緩んだのだと思います。この二人からのインタビューに対しては、はっきり、悔しいと口にしているんです。我慢していた悔しさが溢れ出した涙だったのかなと感じます。 松岡修造の取材では、ハブは、ちょっと待って、ダメだ、と背を向け、テレビの前で泣くのは嫌なんだけどなと言いつつ涙を拭った。そして、悔しいとぽつり。荒川静香からは、自分を褒めてあげてくださいと言われ、自分では褒められないけど、誰かに褒めてもらいたいとも答えている。満足していないのは明らか。このまま終わらない、という戦う気持ちが、悔しさをバネに巻いてくるのではないでしょうか。全室スポーツライター。 今後に向けて懸念されるのは、何度も故障している右足だ。14日の会見でハブは、フリーの前日の練習で、普通の試合なら完全に棄権してたというほどの捻挫をしていたことを明かし、次のように話している。今も安静にしてないといけない期間、痛み止めもかなり強いものを許容量以上に飲んでいます。怪我、年齢、ライバル、現役を続けていくには、戦うものがたくさんある。 悔しかった自分を過去のものにするために、ハブはまた、茨の道へ入っていく。